関東が10頭、関西が6頭、ここ3年間は関西馬がいずれも皐月賞を制しております。谷野ムーティエ、光る今井、そして去年のランドプリンスであります。果たして甲州エイト、野平雄二騎手が初めて皐月賞を制するか、あるいは地方から数えまして8連勝の開成功が見事に皐月賞を制しますか。傘で渦まりましたスタンド、今スターターが台上に上がりました。これから各馬のゲートインが行われます。中山競馬場芝コース、主であります。まず1番の金井駒がゲートインを終わりました。馬場いっぱいにゲートが置かれております。ハイセイコー奇数番号です。すでにゲートイン終わっております。報酬エイトも終わっております。13番、東西の競合いずれもすでにゲートイン終わっております。半分近い馬がすでにゲートに入っております。さてこれから偶数番号の馬が入ります。上の手塩、優勝が残っています。ペリシオも残っています。ディクタボーイが今入りました。先のパンサーも入りました。スムーズにゲートイン終わりまして係員が離れます。場内に歓声が沸き起こります。ゲートが出てスタートを切った。ハイセイコー、好スタートを切りました。ハイセイコー、ポーンといいスタートを切りました。16頭出遅れありませんで各馬好スタートを切りましたが、内の方からゆっくりしたペースでスピードリッチが行きました。スピードリッチ真ん中を通りまして、ディクタボーイ白山駒も行きました。白山駒外の方を回りまして先のパンサーも行きました。先のパンサー優勝が行った。優勝がぐんぐん行った。ハイセイコーは今6番手、ハイセイコー6番手、スピードリッチ優勝、そして白山駒が行っております。内をついてカレイコマ、そのカレイコマの外側にハイセイコーがつけております。ハイセイコーは今5番手6番手あたりであります。そのハイセイコーのうちにベルロイヤルであります。外を回りまして先のパンサーも行っております。報酬エイトはちょうど中台よりやや後ろポツンと1頭おります。その前に陸大日、陸大日車台王がいます。そしてその後ろにはライトロンがつけております。第2コーナーカーブして向こう上面に入りました。優勝先頭で今差が1馬身であります。ハイセイコーは3番手、その前に白山駒がつけている。うちの方にはスピードリッチがつけています。内の方にはスピードリッチ、ハイセイコー、目下3番手、外目後位をキープしております。後位をキープしております。白山駒と優勝が競るような形、その後に3番手にハイセイコーをつけた、ハイセイコーをつけた、その後金井駒、スピードリッチ、先のパンサーであります。甲州エイトはちょうど中段、甲州エイトは中段、先のパンサーの後ろぐらいにつけている。内を回って車台王も行きました。車台王も行った。まもなく第3コーナーのカーブですが、ハイセイコー行った、ハイセイコー行って、すでに先頭に立った。ハイセイコーが先頭に立った。この前よりも早めにハイセイコーが先頭に立った。先頭に断然ハイセイコーを立ちました。そしてこれを追走するように金井駒、追走するように金井駒、甲州エイトは外目今6番手から7番手、その前にはスピードリッチがいる。先頭ハイセイコー、馬場の外目を回っている。3、4コーナーの中間地点、先頭ハイセイコーで2番手に金井駒、2番手金井駒、車台王が内をついた。ハイセイコーは外を回った。第4コーナーカーブ、第4コーナーカーブして直線に入った。先頭にハイセイコー、先頭にハイセイコーですが、内いっぱいをついて1フジサミ、内いっぱいをついて1フジサミになります。その外側から車台王、その外側から車台王、さらに外を回って甲州エイト、さらに外を回って甲州エイトも来た。先頭ハイセイコーを立った。先頭またハイセイコーであります。外から甲州エイトぐんぐん来た。内側1フジサミ、金井駒来た、金井駒来た。先頭ハイセイコー、先頭ハイセイコー、2番手金井駒、先頭ハイセイコー、ゴールイン。2着に金井駒、3着に甲州エイト。やった、ハイセイコー皐月賞を制しました。ハイセイコー